京都阿部選手の試合は大西選手が勝ちました。第1試合場を引き続き赤大阪府山本選手対白愛知県東山選手の試合が行われています。第2試合場で行われました東京都正代選手対山本選手の試合は正代選手が勝ちました。第2試合場を引き続き赤京都府山沢選手対白福島県佐藤選手の試合が行われています。大阪府山本選手対愛知県遠山選手の試合は山本選手が勝ちました。第1試合場を引き続き赤岐阜県竹村選手対白石川県澤田選手。Yeah!
意味しなきゃいけないのが、画像を第1試合場で行われました岐阜県竹村選手対石川県澤田選手の試合は竹村選手が勝ちました。第1試合場3回戦が終了しました。Thank you.